13番、はい、13番、はい、お願いします。こんにちは。八丈島の歴史と文化を訴えることと町の活性化のための対策として3点質問をさせていただきます。1つ目は秀家校を通じての姉妹交流をということです。今年は関ヶ原の戦いで敗れ流人第1号となったなり八丈島に流されてきた宇喜多秀家校の没後360年にあたります。先月11月20日には秀家の居宅跡大加号の中田さんの敷地において手作りの鎮魂祭が有志の手によって開催され爽やかな感動が広がりました。また民族資料館におきましても特別展示が開催されております。毎年10月には貸し立て踊り保存会が岡山市を訪れて交流を深めて今年で4回目、その熱い思いに岡山市長より感謝状と記念品が贈られました。まだまだ民間の交流が中心です。歴史文化を次の世代に伝えるためにも町もぜひ積極的に関わっていくべきと考えております。秀家校ゆかりの岡山市、瀬戸内市、鹿児島県の垂水市、八丈に流された後260年間にわたり物資を送り続けた郷姫のふるさと金沢市、たくさんのドラマが生まれ何冊かの本も出版をされております。秀家が亡くなるまでの50年間を過ごした縁の深いこの八丈島でも宇喜多秀家サミットを開催してはいかがでしょうか。観光誘致だけではなく各都市と今後の絆を深めるためにも意義のあることと思いますが町の考えをお聞かせください。2つ目にシニア世代の来島者を増やすためにということで質問いたします。観光の低迷が続く中来島者を増やすためにさまざまな知恵を出し合っております。島の活性化に向け住民とともに町もその対策を模索しております。八丈島は羽田から飛行機で50分、花と緑と温泉とそして歴史や文化も豊かな宝の島です。八丈には何でもあるが何もない、観光の専門家に指摘されたと先日の観光フォーラムで町長も発言をされておりました。その豊かな素材が生かされていないのが現状です。サッカーや野球などのスポーツ誘致も各団体を通じて積極的に行われ少しずつ実を結んでおります。安全で楽しく遊ぶことのできる3世代スポーツとして今シニア世代を中心にパークゴルフが静かなブームを呼んでおります。特に北海道や東北地方で盛んなようですが雪の降る季節になるとなかなか思うようにプレーができず困っているというニュースがありました。公園や休んでいる土地を利用して全国1000カ所以上のコースが作られていると聞いております。自然を持った体験、自然を目的を持った体験型のツアーが人気です。自然の景観を生かし予算も少なくコースが設置できる、また誰もが楽しめるコースを作り八丈島からもパークゴルフを全国に発信してはいかがでしょうか。3点目、八丈小島の歴史を伝えてということで質問いたします。最近ではクロアシアオホウドリの産卵が期待をされている八丈小島、今から47年前に全国で初めて全員移住を
余儀なくされました。現在は無人の島であります。わずか4キロしか離れていない小島ですが、江戸時代には500人以上が生活をしていた歴史があります。時代の流れに逆らえず、昭和44年に 全島民が島を離れました。昨年11月2日、有志の方々によって八丈小島忘れ地の碑が南原に建立されたことは記憶に新しいと思います。豊かな時代だからこそ、大人や島の子どもたちにもふるさととしての八丈小島を忘れないでほしいと思います。その歴史をどのように伝えていきますか、教えてください。以上3点です。よろしくお願いします。総務課長。はい、議長。はい、それでは私からですね、水野議員の、宇喜多秀家公の関係と小島の2点をお答えさせていただきます。まず姉妹交流についてということでございます。宇喜多秀家公をですね、接点としました交流拡大、町の活性化につなげていくという趣旨につきましては、八丈町も同じ考えということでございます。岡山市、瀬戸内市、垂水市、金沢市という自治体それぞれの事情に違いがあるようですので、まずは岡山市さんと町長、岡山の市長さんと町長のトップ会談の環境をですね、整えるべく、今回の宇喜多秀家鎮魂祭実行委員会の会長さんと具体的な方法のご相談をさせていただいております。今回の鎮魂祭の時にですね、蘇鉄を岡山さんに送るという多分話があったと思います。その蘇鉄を送る、これからまた送る段取りというふうになるそうなんですけれども、その送るタイミングを見ながらですね、やはり町長が、出向いて岡山の市長さんと直接トップ会談することで、この交流をどうやって広げていくかというですね、そういったお話をさせていただく機会をぜひ設けたいというふうに思っております。で、そのトップ会談の中でですね、今回ご提案がありましたサミットというお話をですね、提案をさせていただいて、先ほどの他の瀬戸内さんとか垂水さん、それから金沢市さん、そういったところを含めての拡大ということで、交流をどうやっていこうかというお話にさせていただきたいなというふうに思っております。今回出ました姉妹交流というところですけれども、以前もですね、議会に出たように、姉妹として関係を持っている以外にもですね、いろんなところと今八丈はお付き合いをさせていただいております。そういったお付き合いというのがですね、町の産業、観光、それから教育、歴史文化に波及をしていくというところですので、我々としては姉妹に限らずいろいろなところとの交流拡大、そういったものを深めていきたいというふうに考えておりますので、ぜひ皆さんのご協力をお願いをしたいと思います。続きまして3点目、八丈小島についてでございます。昨年のですね、八丈小島忘れ地の碑建立ですけれども、こちらの町のですね、町制施行60周年記念事業の一環として我々お手伝いをさせていただきまして、同時に NHK さんでも放映をしました。以前にもですね、この一般質問でいろいろな小島の関係が出たときにお話をしてご紹介をさせていただきましたけれども、千葉県在住の高橋さん、この方がですね、今回も中心となって忘れ地の碑の建立をしたわけなんですけれども、高橋さんのですね、活動は八丈小島の歴史を伝えることを主眼において活動をされております。で、我々懸案となっております歴史民俗資料館、こちらのですね、整備の中で小島のコーナー設置に向けまして、展示資料のコンセプト、それから展示資料の選択、そういったことにですね、この高橋さんにご協力をいただくという予定になっております。この数年後にはですね、全員離島から50年ということでの節目を迎える小島ということなんで、我々としては情報発信の拠点として
歴史民俗資料館の整備というのを中心にしてですね、今ある、既存の観光物、例えば八丈東市とかいろいろありますけれども、そういった観光物の改定を行うものがあればですね、その機会を捉えて児島の記載を充実させていきたいというふうに思っておりますので、そういった時にもまたぜひ皆さん資料の提供とかですね、いろいろとご協力をいただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。回答は以上でございます。産業観光課主幹。はい、それでは2番目のご質問、パークゴルフの関係について回答させていただきます。観光客が減少している中でですね、目的を持った体験型のツアー、スポーツ交流などは有効な集客手段であり、リピーターにもつながっていると考えております。スポーツ合宿の誘致におきましても、昨年度来ていただきました明治早稲田大学のサッカー部、東京経済大学の野球部が今年度も合宿をする予定となっております。その誘致の中では、受け入れ体制の充実、受け入れ側の理解、住民との交流が大変重要になると考えてございます。ご質問のパークゴルフ場を整備して、全国に発信してはということでございますが、日本パークゴルフ協会認定公認コースの規定には、公認コースには指導者を2名以上置き、コースにおける指導体制を配備しなければならないという条項もございます。そういう中でですね、現状ではパークゴルフに対する住民の理解を得て、機運の情勢を見ながら、施設の整備につきましては検討させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上で回答させていただきます。13番。ご回答ありがとうございました。姉妹交流については総務課の担当だと思いますけれども、もう一点について宇喜多秀家に関しても、それから八丈小島の歴史文化に関して、教育委員会としてはどのような見解をお持ちでしょうか。教育委員会のご返答をお願いいたします。教育課長。はい、議長。13番、水野義子議員の再質問についてお答えします。町の教育委員会としましても、この田秀家等の、ゆかりの地である岡山市等との交流は、とても重要なものであるというふうに認識しておりますし、また、八丈小島の歴史についても、八丈当時に今3ページほど記載されているんですが、そこら辺の充実等もですね、今後検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。以上です。はい、13番。要望として質問家のお話をしたいと思いますけれども、例えば八丈小島についてもですね、島民の方もそれから観光の方もなかなかその歴史を知る人が少なくなってきております。たまたま私個人的に私ごとですけれども、来島者の方を南原のところにご案内しまして、説明をしますときに、小島はちょうど夕日が沈むのでとても素敵な景色の素晴らしいところなんですが、その時にあそこには人が住んでいてこうだったのよという話をしますと、皆さん一様に感動してくれます。なので、秀家のこともそうですけれども、島の子どもたちや大人たちも忘れかけている住民に対して、島の文化や歴史をですね、教育委員会としても何らかの形できちんと伝えていっていただければと思っております。よろしくお願いいたします。以上です。